YouTube をご覧の皆様こんにちは、ワイパーの鈴木です。ワイパーの横木です。はい、今回ご紹介するのはですね、こちらです。はい。はい、ワイパーインクの米軍の M43 パイルライナー、今年もやっちゃいます。やりましたね。はい。はい。まあ、これ昨年からですね、登場したアイテムなんですけど、はい、まあ、結構他の中綿系とかに比べるとちょっとこうある意味ユニークなアイテムなんですけど、うん、これがまた結構思いのほか好調ですぐに即完売ですよね。なんか去年もなんかどうなるだろうなと思ったら結構すぐなくなったんですよね。結構多分一番真っ先になくなったのこれだったかもですね確かに、まあ、ということでこちらに関してもですね、今年ちょっと好評いただき、再度、新しくですね再入荷したわけですけども、はい、これ簡単にちょっとご紹介していくとですね、うん、米軍の M43 と呼ばれる通り40年代に使用されていたアノラックがあるんですけど、はい、そのアノラックの下にこれを着ると。やばいですね。そう、このパイルのこのふわふわの毛がこれ実はライナーなんですよね、はいはい。まあ、それもそのはず、当時って中綿のキルティングとかがないからですね、はい、まあ、パイルであったりとかボアであったりとかこういうようなあったかいものをですね中に着込んで暖を取っていたと。もう40年代ならではのディテールと、はい、ことですね。だからアイテム、あのフードがあるんですけど、このフードもですね、うん、中にさらにこの上からあの面のですねシェルを羽織って、ライナーにしていたと。あれですね、このファミコンアイスクライバーっていう感じですあれみたいなエスキモみたいな感じですね、はい、アラスカみたいな感じ。そうそうそう、はい、まあでも本当にまさにその通りで、はい、今こう被ってもらったようにですね、こちらふんだんにこのボリュームのあるようなリアルファーを使用しています。すごい、もうボリュームやばいっすね。鏡で見ましたけど、はい、やばい。でこれ実物はですね、はい、あの本来この表地はですね全てアルパカになるんですけど、あのデキジャケットの裏に使われているようなやつですね。40年代ならではですね、はい。さすがにちょっとそれはですねコストも高くなるということで、はい、まあ、今回はですねこのリアルファーにすごい質感の近いようなこのアクリルのボアを採用しています。まあ、でもかえってアルパカだとちょっとチクチクしがちなんで、そうそうそう、アクリルの方がこう毛足が柔らかくて気持ちいいですね、うん、着てると。まあ、天然繊維だとやっぱりこの虫食いであったりとかそういったところのケアとかもあるので、はい、まあ、ある意味こっちの方がですね普段からのこの着用に関してはですねなかなかこう使い勝手はいいのかなと思います。本当に毛布にくるまってる感じですね、うん、本当に気持ちいい。だってこれ裏もちゃんとこの層ボアですからね、はいはい、表と裏両方と思ったらこれ本当に二重にボアがなってるんで、はい、結構あったかいです、はい。でただですねこれ実物に関してはポケットがないんですよ、はい。まあ、あくまでライナーなんでこう上から上着を着る前提なんで、うん、もう何もないつるんとしたデザインなんですけど、まあ、単体での着用を想定してこのようにポケットを、追加しましたね。でこのグローブポケットみたいな感じですね、うん、形がグローブポケットですね、うん、はい。で、こちらが前立てがプルオーバーのデザインになっていて、はい、こういった感じでファスナー機になっています。うんうん、なので、まあ、これですね今実際に着用しているのが横木さんで L、はい、私で M、まあ、これが S サイズなんですけど、うん、まあ、結構このオーバーサイズのシルエットなんで、はい、あんまりこのサイズ感に関してはですね、まあ、実際 S でも着れましたし、うん、そこまで気にしなくていいのかなと思います。自分でも S 着れると思いますね、うん、だから、まあ、サイズとしては自分は M か L かなっていうところですかね、うん。まあ、実際にこのプルオーバーなんでこの上から着るときにちょっとこの窮屈な感じはするとは思うので、はい、まあ、そういった意味でまあ自分は S か M か迷って M サイズ着用しました。はい、じゃあ A ですね、うん、こんな感じです、はい、じゃん、はい。でさらにですね、まあ、これじゃあボトムスとか何合わせようかなって思ったときに、うん、まあ、僕は今回ちょっとこの珍しくダブル2のセットパンツ合わせて、珍しい、でさらにブーツというような感じでしてみました、はい。まあ、なんとなくこのシュッとしたボトムスかもしくはこういうちょっとヴィンテージ感あふれるような感じのボトムスとか相性いいのかなと思います、はい。私も鉄板のデニムパンツにコンバースという感じですね、うん、このもうザ・アメカジという感じで合わせてるので、うん、このボトムスもあれじゃないですか、アーミーバイバイ。そう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 、今育ててるんですけど、うん、なかなかシルエット綺麗なやつなんで、はい、まあ、太いボトムス細いボトムスどっちもいけそうですね。しかもそうですね、本当にスキニーぐらい細くても全然合いそうですもんね、うん、バランス保ってて。あ、そういえば今思い出しました、はい、これ実はですね稲妻フェスティバル昨年の12月に開催されたんですけど、はい、その時に結構印象的なエピソードがあって、はい、こう会場してこうバーって人が
ワイパーのブースに流れ込んできたんですけど、ほうほう、その際におそらくご夫婦の方かな、はいはい、男性と女性の方がですね、お揃いでこれ着てたんですよ、はい、やばマジっすか、はい、俺それお見かけしなかった、忙しくて、うん、本当にもう最初オープニングからバーって来て、まあ、そこでもこの2人がこうやって来た、そう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 だからあこれいいなって思って、本当ペアルックでもいいですし、はい、まあ、女性も本当に S サイズだったりとかちょうどよく着れるんじゃないかなと思います、はい、夫婦で買ってもよしと、はいはい、っていうぐらいにこちら可愛いですね、ふわふわの毛のパイルライナーなんですけど、はい、まあ、今からですね、うん、あの自分が着るならこのサイズかなということでサイズの比較ご紹介していきたいと思います。はい、中村43ライナーは一番ちっちゃい S サイズを着てます。まあけど身長160センチ62キロでもご覧の通り、もう身幅はめちゃくちゃ余裕ありますんで、全然ストレスなくオーバーサイズを楽しめるサイズですね。シルエットはこんな感じになります。はい、まあこれはもうこの存在感がすごいです。防寒性ももちろんですけど、インパクトもかなりあるので、パンツとかはあえて軍パンとかじゃなくてスウェットパンツとかで外すとちょうどいいぐらいになるかもしれません。皆様真冬ぜひこのスタイルチャレンジしてみてください。おすすめです。はい、さっきあの説明パートではですね、 L サイズ着てたんですけれども、今回 S サイズも着てみました。 S サイズ着るとこんな感じですね。まあ、ガバッと着るアウターなんで、まあ、本来だったら M とか L なんでしょうけど、この S サイズも結構収まりが良くて、これはこれでいいかなと思います。こんな感じです。はい、こちらで M サイズ着用しています。こんな感じです。まあ、非常にあったかいですね。特にこのファー、首が包まれているので、まあ、フードかぶってみると、はい、こんな感じです。かなりあったかいですね。まあ、実際に自分で、まあ、S も着てみたんですけど、 S も S で問題なく着れるんですけど、まあ、ちょっとこのこういう筒のプルオーバーということで、こう袖を通すときにちょっと窮屈な感じだったんで、まあ、ちょうどいいのがこの M ぐらいですね。まあ、逆にこれある意味サイズは多少大きくてもですね、問題ないので L でもいけますし、なんなら XL でもいいのかなと思います。うん、まあ、サイズに関してはお好みで選べると思います。でボトムスに関してはこちらですね、ヴィンテージのこのダブルニーのセットパンツをですね、今現在ちょっとサンプルで作成しているので合わせてみました。まあ、こういう40年代のヴィンテージレプリカなんで、ちょっとボトムスもですね、同年代で合わせてみました。で靴に関してはあえて外しで、こういうような綺麗めなレザーのシューズにしてみます。こんな感じです。 XL 着用しております。袖もしっかりジャストな感じで着れております。身幅もちょっと大きくなるんで、結構ゆったりめで着れると思います。僕は XL がジャストサイズだと思ってます。以上です。
はい、ということでいかがだったでしょうか。今回ご紹介したこの米軍の M43 パイルライナー、こちらはですね下記の日程で販売開始させていただきますので、ぜひですね概要欄に URL 記載していますのでチェックしてみてください。はい、まあ、かなりあったかいこの冬ですね、これ1枚あれば問題なく過ごせるくらいに保管性も高いアイテム、さらに可愛いということで、はい、おすすめなアウターになってます。はい、はい、ということでまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。めっちゃ